いつもロペライアアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2014年モデルミニペースマンジョン・クーパーワークスをご紹介させていただきますまずは外装面の状態ですがフロントバンパーに若干の下すりがございますまた右リアのアルミホイルに小さながり傷がございますそれ以外目立つような傷はございません 走行距離約1万6千キロ走ったお車ですが全体を通して非常にきれいな状態を保っております外装色はオプションカラーのアブソリュートブラックインテリアにはブラックレザーが組み合わされた一台ですコンパクトなボディで普段使いでも扱いやすく市場でも人気の高いペースマンとなりますがこちらは上級グレードのジョン・クーパーワークスとなりますので専用装備が多数備わり エクステリアとインテリアともに統一感のある仕上がりとなっておりますヘッドライトはキセノンヘッドライトが標準装備となりまたジョン・クーパーワークス専用インナーブラックアートが施されておりますので迫力のあるフロントフェイスを演出しておりますさらにジョン・クーパーワークス専用のフロントバンパーが装着されスポーティーなエクステリアを演出しておりますエンジンスペックに関しましては1.6リッター 直列4気筒ターボエンジンが搭載されており馬力は218馬力を誇ります6速マニュアルが組み合わされておりお車を操る楽しさを味わっていただけるモデルです足元にはジョン・クーパーワークス専用19インチのアルミホイルが備わっておりスポーティーな雰囲気に仕上がっておりますまたレッドキャリパーが装備されており統一感のある足元を演出しております 続きましてリアのご紹介をさせていただきます。レッドストライプが後ろ姿に華やかさをプラスしております。またマフラーは日本出しのマフラーとなっており迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。それではトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。 ハッチバックのお車ですので、お荷物の積み下ろしも簡単に行っていただけます。またコンパクトなボディでありながら、大容量を確保しておりますので、大きなお荷物も積むことが可能です。全体的に使用感もなく、綺麗な状態を保っております。続きまして、インテリアのご紹介をさせていただきます。車内は、X、エクステリア同様、黒と赤で統一感のある仕上がりとなっております。シートは、 ブラックレザーシートが採用されております運転席助手席ともに目立った使用感もなく綺麗な状態を保っておりますそれではエンジンを始動させていきますステアリングはジョン・クーパーワーク専用レッドステッチが施されたレザーステアリングが備わっております 特に目立つ使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。またセンターパネルには純正のオーディオが備わっており、車内では音楽もお楽しみいただけるお車です。また運転席と助手席にはそれぞれシートヒーターが備わっておりますので、寒い季節も快適にお乗りいただけます。シフトに関しましては6速のマニュアルが採用されております。シフトの入りも非常にスムーズなお車ですので、 マニュアル車に不慣れな方でも簡単にお乗りいただけるお車です。合わせてスポーツモードを選択していただければさらに刺激的な走りをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが特に音箱の匂いなどいたしませんのでご安心いただければと思います。今回は2014年モデルミニペースマンジョン・クーパーワークスをご紹介させていただきました。 走行距離わずか1万6000キロのお車ですので全体を通して非常に綺麗な状態を保っておりますジョン・クーパーワークス専用装備が多数備わり迫力のあるエクステレルに仕上がったお車です内外装ともに黒と赤で統一感のある仕上がりとなっており足元にはブリッツ製の車庫調が備わることで全体を通してかっこよく決まったお車ですコンパクトなボディーでどなたでも扱いやすいお車となっており 普段使いからアウトドアまで幅広いシーンにて大活躍する一台となっております市場でも希少なジョン・クーパーワークスとなっておりますのでお探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思いますよろしくお願いいたします